昨日厳しい寒さと雪に見舞われた被災地その中で MBS のカメラが入ったのがこちら津波の影響でしょうか家の一階部分がむき出しになっています能登町の白丸地区です地震の直後に津波が押し寄せ大きな被害を受けましたこれはその瞬間を捉えた車載カメラの映像 車で避難しようとしていた男性が杖をついた女性に慌てて声をかけますその間にもザーッという波の音が大きくなり後方のカメラにはあっという間に道路を飲み込む灰色の津波が 地元の人によるとこの地区およそ100軒のうち8割もの家屋が津波の影響を受けたといいます 2> 中2の孫小坂本信夫さんは帰省していた孫3人と逃げるため 車を止めていた小屋の中へ入ったときに、津波に襲われたといいます。その津波に小児の孫が飲まれ、かろうじて引き上げたといいます。すぐは引き上げて、一時期なかったもんですから、人工ゴを呼吸して、何回かしたうちにまぶたが、 カッと開いたもんで「ああ助かったっ」っ孫を助ける命を助けることしか頭にありませんでしね仲良くしていた近所の女性が犠牲になったという男性に出会いました地震には今まで来たけれどそれで何とか耐えていたんですから地震だけでは死ぬとこまでいかなかったと思いますよ。 津波も来たから、余計、ああ、悔しいですけれど。どうしようもないですわ。酒やタバコの販売をしていた寺岡幸雄さんの自宅も、大きな被害を受けました。水が来て、ここ。す、すっぽ抜いてしまったんですわ。ええ。 こういうとこに刺さっているということはそこも水がしていたということでしょう天井近くの壁にはビールケースが突き刺さっています水はこの高さまで押し寄せたということです最初は地震で揺れたでしょ揺る時間も長かったですで、その時はまだうちわはシャンとしていましたよ約15分ぐらい大丈夫だったんですで 水が注いでるとこのくらいだったのがどん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 上がってきましたがね僕は来るの本当に早かったですよ家族は無事避難することができましたが1階部分は完全に水没家具や仏壇大切にしていた輪島塗りの品など室内のもの一切合切が泥まみれになったり流されてしまったといいます寺岡さんは 再びこの土地で新たに生活を始める気力は残っていないと話します。うん、ショックというか、まあ、しょうがないない、これが人生の運命なんだろうな、という。津波が来てみて、ああ、これだ。もう、この、ここでは生活はできないな、と。そういう感じです。ああ、夢にも思っていませんでしたね。だって、人生80年してくる中で。 こんな津波が来,る来たことなかったんですから。ええ